You don't need to worry about anything. たくさん、いこと、マテリアルクッシ皆さんこんにちは、カトです。今回はね、伊藤健太郎のファンとですね、本人を、もうちょっと慰めるじゃないですけど、癒すね、動画をね、ちょっとお届けしたいなと思います。で、まあ普段ね、まあかなりのガチドキュン動画というか、クソね、やばい動画をね、アップしてるんだけど、今回はね、 あんまり深い内容はないんだけどまあ、ちょっと見ててねほっと落ち着くようなでイケメンがね優しくあの伊藤健太郎だっけちょっと名前もよく覚えてないし本人のことよく知らないんだけど伊藤君でいいんだよね伊藤君とそのファンをねちょっと慰めたいなと思いますでまずねあのどうしようかなチャイって言っておきますかはい乾杯チャイですね もうなんかスタバでチャイティーラテにハマってからもう最近最近っていうか本当にチャイはねよく飲むようになりましたでねあのー、映画ね映画がなんか、あのー、公開予定だったやつが明日日本時間で明日から、まあ、予定通り公開されるみたいなことニュースでやってますけどなんか割と画期的だなと思いましたで出演者のね2人があの問題を起こしてるってことで まあ通常のね日本の感覚っていうのかな常識っていうんですかねいい悪いとかじゃなくて普通の今までの日本の常識だと、まあ、公開中止にするのがまあ筋だと思うんですよだけどやっぱりねコロナとか、まあ、時代の流れとかもあって、まあ、それはさすがにダメージでかすぎるということで、まあ、あの公開中止にはならないのかなと思いましたで、まあ、過去にね似たようなことを起こしてたんじゃないかみたいな 話が、まあ、ネットに出てたりしますけど、まあ、それについては、まあ、よくわかんないんでねその情報が正しいかどうかなので、まあ、今回、この動画では、まあ、取り上げないようにしたいなと思いますで、やっぱりね、あのーまあ、若いとねあの運転下手って言ったらだけどまだ23歳とかでしょやっぱ車の,車の運転慣れてないと思うんですよで僕自身もね運転めちゃくちゃ下手ですごい、あのー、事故は起こしたことないんだけど気持ちはすごいわかるというか。 でね、当たり前の話なんですけどただ交通事故を起こすのとその事故を起こした後逃げるって話のレベルが違うじゃないですか事故なんてのはね、誰だって起こしうるんだからみんなで気をつけなきゃいけないって話ですけど逃げるってのはまあちょっとやばいですよねでまあ状況とかよく分かってないですけどやっぱりその何て言うのかなパニックというかあの慌てちゃったのかなと思いましたたただ当たり前の話なんですけど、それはまあ まあ悪気はなかったとしても、まあ、言い訳としては当然通用しないですしあの、なんて言ったらいいのかな、逃げたところで、今どきね、カメラなんていくらでもあるような世の中ですからね、街中に、すぐ捕まるわけですよ、なんで、まあちょっとねあの、車はね、もう今後乗らない方がいいんじゃないかなと、正直思いましたね、金も持ってるだろうからね、タクシーとか乗るとか、すればいいんじゃないかなと、マネージャーに運転させるとかね、すればいいんじゃないかなと、正直思いました。 で、まあ、ファンのね皆さんに対してですけど、まああのー、もうねファンを辞めるような人もいるかもしれないしあの今後もねあの応援していきたいっていう人もいると思うんだけど、まあ、普通に考えればねよっぽどこれからめちゃくちゃなことをしない限り復帰はできると思います。で、あのー、なんて言ったらいいんだろうなうん、まあ、今ショックを受けているファンの皆さんね僕の顔を見て、あのー、イケメンってね世の中たくさんいるし。 伊藤くんだけじゃないんで、まあ、ちょっと安心してほしいなと思います。ね、結構イケメンですよね。はい、今回は以上です。ご視聴。